賞をもらったので、このことで挑戦する絵図賞を表彰しています、描いた絵なんですね。賞状第9回未来スケッチコンクールの全国審査において優秀園と認められました。よってここに賞します。2014年12月、茨城ふそうトラックバス株式会社取締役社長アルバート・キルヒ、このように三菱ふそうさんの方から賞状もいただきました。じゃあ代表してね、4人のお友達にお渡したいと思います。はい、おめでとう。今回賞をいただいたのは初組さんの絵でした。それでこの絵は年長さんも他の梅組さんと竹組さんも描いたんだよね。梅組さんと竹組さんがダメだったっていうことじゃないんだよ。書いてある通り友部幼稚園に賞状をくれたんです。ということは代表でいただいたのは松組さんのこの絵なんだけど、友部幼稚園のみんなに賞状をくれたということなんだよ。竹組さんの絵も梅組さんの絵もすごく素晴らしかったと思います。そして今回はこの絵は描けなかったけど、つぼみさん、年少さん、年中さんもいっぱいお絵描きしてますよね。ね、年長さんももちろんこの絵だけじゃなくてたくさんお絵描きしてますよね。お絵描きってすっごく大事なんですよ。すごく楽しいことでもあるんだけど、で苦手な子にとってはちょっと苦手だなと思う時間かもしれないんだけど、皆さんの難しい言葉で言うと心の栄養になるんです。体の栄養のためにはご飯が必要だよね。ね、好き嫌いなくいっぱい食べることが必要だよね。だけど人間が大きくなるのは体だけじゃありません。心もだんだん大きくなっていくんです。優しい気持ちをたくさん育てる、人に優しくするとか、そういうことを人に伝えるとか、そういうことでこの絵っていうのはすごく大事なんです。友部幼稚園はその絵がすごく優れてるって、そういうふうに言ってくれたんです。皆さんよくできてますよっていう証拠なんです。だからこれからも絵が得意な人も、絵が得意な人どれくらいいるかな。お絵描き好きな人、はい、ありがとう。お絵描きちょっぴり苦手だなっていう子もいる、いるよね。園長先生も実はね、幼稚園の時お絵描きって苦手だったんです。でもね、そういう子もね、上手じゃなくていいです。自分なりにね、思い切って絵を描いてください。楽しんでね、そうするとみんなの心の栄養になるんです。はい、今日はね、この絵で表彰をいただきました。もう一回みんなで
みんなのことを拍手して終わりにしたいと思います。はい、拍手。はい、ありがとうございました。それとね、症状だけじゃなくて実は商品もいただいたんです。すごいね。まだね、開けてないんだけどね、絵を見るとね、自転車みたいだよ。しかも補助輪がついていない二輪車だよ。ねえ、これはね、これ補助輪がついてない自転車を乗るのを練習するための自転車なんですって。だこれで練習で、だけどね、残念ながら1台しかないんです。みんなで喧嘩して取り合ったら壊れちゃう。そうだよね。そうしないためにはどうすればいい？仲良くする、順番でする、譲り合ってする。そう、そういう思いやりの気持ちが大事です。その思いやりの気持ちを持って皆さん、これで自転車の練習をしてください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これはどうしようか、ね、みんな園長先生のお話ね、よく上手に聞くことができました。このね、二輪車ちょっとね、まだね、つぼみさんとか年少さんとか年中さんにはちょっぴり難しいかもしれないので、まずは年長さんからね、使わせてもらいますね。で、年長さんが使ってみて、年中さんも大丈夫だって言ったら年中さんの、ね、先生にお知らせします。年中さんでも大丈夫だって言ったら年少さん、つぼみさんにもお話ししますので、それまでは年長さん順番に使わせていただきたいと思います。はい、それではね、これで表彰式終わります。はい、気をつけー。はい、お口がまだしー、あ、上手になりました。はい、最後も元気にご挨拶をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それで